はい、こんにちは。東大合格系2の時田博光です。今回は中学定期テスト対策シリーズの国語、監視の第1回目、やっていきたいと思います。さ、はあ、い、いきましょう。皆さん、監視苦手な人多いんじゃないでしょうか。えー、なんか読みにくいし、意味もわからないし、なんか勉強しづらいっていうか、もう嫌だみたいなね、えー、人もいるかもしれませんが、でも大丈夫ですよ。えー、結構ね、この監視って言っても、あのポイントをしっかり押さえて、 えー、準備しておけば結構ね問題そんなに、えー、たくさん種類ねありませんので、えー、きちんと今回の動画最後まで見ていただければテストであこれ見たやつだやったやつだって思ってもらえると思いますのでぜひマスターしてくださいねはいでは行きましょう、えー、早速ですがこちらの作品何ていうタイトルでしょうかはいタイトルを問題にしたのでこれ今回ね監視、えー、第1回っていうふうに書いていますタイトル書けるでしょうかはい よくある間違いが「春民」ですね。「春民」。ここのやつじゃなかったっけ違うんですよ。漢詩のね、今回のタイトルは「春行」って言って、この「暁」っていうふうにね、書いてますが、この「春行」っていうのがあこのタイトルになります。へえ、そうなんだって。はい。春民と思ってた人はね、えー、きちんと、あそうだったんだねというふうに、えー、きちんと覚えて、えー、テストに向かってください。で、この漢詩の作者は誰でしょうか 作者え誰みたいなねこれもやっぱり漢字で書けるようにしておきましょうこれは孟高年っていう人物です孟高年はい孟高年なんか日本語っぽいですよね孟高年っていうねなんかありそうですよねはいないですかはい <laughs> まあいいんですけど孟高年っていうのは、えー、と中国の唐の時代唐ってわかりますかね 使とかああいうねいわゆる日本から唐、えー、に向かって中国の唐っていう、えー、王朝に行っていろいろ文化とか、まあ、技術であったり物資であったりとかを頂い,いて帰ってくるみたいな形のことをしてた時代ですね。はい、安倍の中丸とかね吉備の真備とか、まあ、有名な人がいますがあ最終的に、えー、この遣唐使を廃止したっていうのが誰でしょうか 菅原の道真になります、はい、これ歴史のね復習にもなると思いますので忘れていた人は是非あそうだったなと思って復習是非しておいてくださいね。はい、でこの猛虎年って人物はちなみにですね、えー、と詩をこれ詩なんですが漢詩ですねこの漢詩を、えー、書いてた人なんですが、まあ、役人になろうと思ってたんだけど科挙っていう難しいテストを、ね、受けて落ちちゃった。 役人になれなかったっていう人なんですよ、はいまあ、そういう背景を知ってからこの詩を読むとあそういうことだったんだって理解がねまた深まるかなと思いますあとで説明しますね、はい、ではこの漢詩の形式は何でしょうかこの漢詩の形式は何でしょうかはい漢詩っていろいろあるんですがこれ縦と横をきちんと見ておきましょう縦が12345点 5, 5時ですよね なのでこれ五言詞っていうふうに言います。五言詞で横も見るよって言いましたが横が12344つのえこうねいわゆる段落みたいな形でえ書かれるものをこれゼックっていうふうに言います。ねゼックするみたいなねのゼックなので五言ゼックっていうのがこのえ漢詩の形式になります。五言が縦。ね 5つの言葉、ゼックっていうのが4つに並べてるよと。はい、ということです。なので 5×4、20字で書かれているのがこの漢詩の形式になります。そしてこの漢詩で韻を踏む文字は何でしょうかということです。はい、これ何かわかりますかちなみにこれ漢詩で五、えーね、言ゼックでこの韻を踏む時には偶数区末つ,つまり この2番目と4番目ありますよね。これの一番最後の鳥っていうところと、えー、少ないって書いてるとこありますよね。これ音読みで読まないといけません。漢詩、えー、ですからね。長と小同じ音ですよね。こういうのを陰を,を踏むっていうふうに言います。わかりますかええー、と、国語、卒業みたいな感じで、なんか言い方が似てますよね。それを陰を踏むって言います。はい。なんかね、ーボーイとかね、はいえー。ラップみたいなね。 えー、ありのすごい、えー、素晴らしいもう才能のねお持ちの方の、えー、音楽というか、えー、そういう韻を踏んで、えー、アーティストね、えー、でこう人前に、えー、とパフォーマンスする方とかもいらっしゃいますのでぜひあ YouTube とかでもねあのテレビとかでも出演されていますのでぜひ見てほしいなというふうに思います。本当すすごいですね でこの漢詩で韻を踏む文字っていうのが今言った偶数ま末普通はそうなんですがこの春行に関して言うとこの行も同じ韻を踏んでんですね行、長、小っていうふうになんか音が似てますよね。なので行とえー、長、鳥で小っていう少ないっていうこの感じでね3つがここでは韻を踏まれてますよっていうことです。 いいでしょうかそして、この漢視の構成法は何でしょうかってことなんですが、これ答えられますかこっちね答えられるけど、こっち答えられないってい人も結構いるんですが、構成法ってどういうことこれ4つあるんですが、いいですかこれ、気象転結っていうふうに言います。あ、なんか聞いたことあるってね。えっ、ー、と、なんか作文書くときに気象転結きちんと意識して書いてねーって、えー、学校で習ったかもしれませんよね。一番最初の えこの文、この一、えー、つ目のところをキクっていうふうに言います。えっと、キク。で、こっちがショーク。で、テンク。で、このキクとえショークっていうのは結構似てる感じなんですね。キクがまあ,あって、それをえと同じような話が聞いて、 点句でちょっと場面転換して最後に「けつく」っていうふうに結ぶという感じこれで起承転結っていう構成になっているよとそういうふうに言いますいいでしょうか、はい、では続いて「訓点をつけましょう」まあ先ほど言いましたが「れ点」とか「12点」とかちゃんとつけられますかって、まあ、そういう問題なんです、はいえー、何もついてないやつを「白文」「白い文」っていうふうに言いますが 白文ね、えー、ぜひねこの白文からきちんとレテンとかあちゃんと読めるようにあのしておきましょうね暗唱しておくことを絶対おすすめしますはいでこれなんて読むかって言ったら春明暁を覚えずっていう風に言いますこれね順番で言うと春明暁を覚えずっていう風に言いますで、今ここね春明って上から順に読むんだけどふと この「覚える」っていうのを飛ばして「あかつき」読みましたよね。で「あかつき」を読んで「覚える」っていうのを読むので1個前の字を読む時は「レ」点をつけます。いい?「レ」点。この「覚える」の左下に「でをつけます、はい。で「覚えず」しかも「覚える」の1個前を次ね、えー、読むと。この覚えるを読んでから 図っていう風うに読むので、これまた一個で点がつくよっていう意味になります。そうすると、一二三四五っていう風に順番に読むようになるわけです。いいですか？はい。ちなみに、春眠暁吹おってね、えっとフリガナというか、読みガナとえっと後ろのこういう暁吹おって、暁吹おっていうね、こういうえっとさらに説明している部分をね、書く場合はこういう風うに書いておきましょう 覚えずってことですね、はい、これカタカナで書きますから気をつけましょう続いてこれ「えー、少々少々低調を聞く」っていうふうに言いますでこれ「てここ聞く」を飛ばして「低調を聞く」ってことでこの「鳥から蝶から聞く」っていうのに一文字超えて「 読みますよね一文字超えて読む時もしくは二文字超えて読む時っていうねえっ、ー、と真上の時は例点だったけど一個以上飛ばして読む時は12点をつけてこういうふうになります。つまり少々低調を聞くっていうふうに一個飛ばしで読む時は12点2個飛ばし3個飛ばし4個飛ばしでも 1, 1、2点になるよってところを押さえてください。いいかなで、えー、やらい、ふうの声。はい、これ、上から順にね、読むだけ。ふうの声。で、花落つることを知る、多少。っていうふうに読んで終わり。つまり、この3と4はね、何も、えっ、ー、と、この訓点はつくことはありません。はい。えっ、ー、と、プリガナというのね。 下に書くと「花」「をつること」「こと」「知る」「多少」で終わりってことですね、はい、では最後にね、えー、それぞれの意味1番目2番目3番目4番目の意味が答えられますかって、まあ、こういう意味を問う問題は絶対出ると思うんで意識しましょう一、はい、番最初は春暁を覚えず、はい、これはどういう意味かっていうと、まあ、簡単に言うとですね 春って気持ちよくね、えー、眠れちゃいますよねって <laughs> 眠れちゃいますよねなんかポカポカしててなんかあったかいな眠いなみたいな感じです、はい、で暁を覚えず暁っていうのは明け方とかね、えー、そういう意味になるわけですね、はい、で覚えずってことは明け方になったの、まあ、朝になったことに気づかないぐらいだっていうことです、はい、つまり、えー、春の 今言いましたね春の、えー、眠りというのは気持ちよくてよくてえっ、ー、と明け方明け方になっても気づかないないほどだっていう まあすごいのほほーんとした感じの、えー、部分ですね。で続いて、しょしょ、低調を聞く。これが2番目ですね。しょしょっていう、しょっていうのは、これ、ところところってことなんですが、要は場所ですね。あっちやこっちやってことです。あちらこちらということですね。なので、あちらこちらで、はい。低調を聞く。 っって言って言ますがこの「て」って何かって言ったらなんか「え帝なんかかっこいいやつかっこいい鳥みたいな感じかもね思うかもしれないんですがこれ実は、えー、こっち下に書くと「えー、泣く」っていう意味ですこの「て調のて」ってね「泣く」つまり泣いてる鳥を聞くつまり鳥が鳥のさえずりを、えー、き、えー、が聞こえるってことですね えー、泣いている。泣いているのが聞こえると。聞こえる。ねなんかこれもまだ気持ちいい感じのねあ,なん,かあなんか鳥が泣いてるの聞こえるなあってスズメかなーカラスかなーみたいなねはいタカかなーみたいなはい <laughs> いろんなねト、ま、鳥があ泣いてるのが聞こえるんでしょうね。で先ほど言いましたが天狗 っていうので場面転換するはずです見てみるとはい、ら来風の声っていう風に言ってますやらいっていうのが何なのかはい、ここね結構問題で出るんじゃないかなと思うんですがやらいっていうのはね夜が来るっていう風に書いてます来るっていう風に書いてますがこれは何かって言ったら昨晩ってことですね昨晩昨夜でいいです、はいえー、昨日の夜ってことですね昨夜は えー、風雨の声つまり風や雨やねその声ね風の声ね「風です」とかね「雨です」とかいう声じゃなくてまあすごい激しく雨風がね、えー、こうえっ、ー、と吹いていたっていうそんな感じです。昨夜はあ雨風が激しかったねって なんか急にのほほんとしてるところからズワーっていうなんかすごいこう激しい感じの天、えー、ンになって最終的に花をつることを知る多少っていうふうに言ってます。つまりこの話を受けて最後どういうふうになるかって言ったらえっ、ー、と一体どれほどほどの、えー、花が 知ってしまったのだろうかっていう。まあそういう歌なんですね。で、これよくよく考えてください。もし大人の人で、えー、春は気持ちよくて朝が起きられないなーっていうふうに言っているんですが、これえっ、ー、とお仕事がある人ね、お仕事がある人であれば、まあ一般的には。 朝起きて仕事に行くわけですよね。起きられないなーって言ってるってどういうことかって言ったら先ほど言いましたね。もう今年は、えー、試験に落ちて役人になれなかった、就職できなかったんですね。つまり、フリーターみたいな感じで、えー、朝寝坊したとしても、まあ、大丈夫みたいな感じの <laughs>、えー、職だったと。まあ、そういう感じなんですね。はい、でも、えー、この天空そして血空を、えー、読むことで えー、このままじゃねちょっとまずいかもしれないよねっていう、まあ、自分のことを、えー、っとこの環境のね、えー、っと状況を、えー、歌いながら自分のことについて、えー、歌ってるんじゃないかなっていうふうにも読み取れるということなんです。いいかなということで、えー、人物とこう組み合わせて文章を見てみるとまた読み方が違ってくるかなと思いますので是非、えー、こ,この動画ね あの改めてテスト前にもぜひ見てほしいなというふうに思います今回は、えー。今回の授業は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。